じゃあ中学校英文法の不定詞についてやっていきます。じゃあまず最初、板書ちょっと書いていくね。はい、見出しで不定詞とはって書いたんで、一応定義なるものだけ書いていくと、不定詞は to プラス動詞の原形の形で表します。不定詞とは to プラス動詞の原形の形で表して、名詞、副詞、そして形容詞の働き、3つの働きがあります。で、まず名詞から説明して、で、その次副詞、その次形容詞っていうふうに、まあ、3つに分けて説明していくね。はい。名詞的用法、訳すときは何々することをベースに訳していきましょう。じゃあ例文書いていくね。To swim is fun for me. 泳ぐことは私にとって楽しいです。あ、ちょっとここ板書若干狭いからいつもより小さめで書いてます。はい。じゃあ今回この to プラス動詞の原形の形で表されてるのってどこかな？ここだよね。OK。で、この to swim が今主語になってます。はい、じゃあ次行こっか。はい、I want to play the piano。 また私になっちゃったね。私はピアノを弾くことしたいって訳すんだけども、まあそのままより日本語っぽく訳すと、私はピアノを弾きたい。はい、はい、で、今回不定詞なってる場所はここだね。これが今目的語として成り立っています。はい、じゃあ3つ目。はい、 My hobby is to listen to music。 私の趣味は音楽を聞くことです。はい、はい、じゃあこれどこが該当するかな？間違いないね。ここじゃなくてここね。で、今回ここが to listen が保護、私の趣味を説明している役割となっています。で、ここまでで一旦まとめると、名詞的用法はほにゃららすることっていうふうに訳して、ここ主語泳ぐこととか、まあ、今回は want の目的語 to play 弾くことで to listen to music ってあって、ここが私の趣味を説明する保護、主語目的語保護を成り立たせることができます。これが名詞的用法ね。ここまで大丈夫かな？はい、じゃあ次、副詞的用法について説明していくね。じゃあ例えばこんな例文があります。あ、ちょっと待ってね。書くこと忘れたので1個。副詞的用法を訳すときには、ほにゃららするために、もしくはほにゃららしてというふうに訳します。で、その上でこの一文見ると、 He went to the park to talk with his friends。 彼は、じゃあまずどこかな、この to プラス動詞の原形。ここだよね、ここ。彼は彼の友達と話すために公園に行ったっていうふうに訳します。あ、ここちょっと付け加えとくね。はい、ちょっとずれちゃったね。大丈夫かな？はい。で、ここが今、ほにゃららするために、に該当します。はい。じゃあもう一文ちょっと書いていくと、
She came to see me。直訳だと、彼女は私を見るために来たっていうふうに訳すことができて、そこから日本語っぽく訳すと、彼女は私に会いに来たっていうふうに訳すことができます。はい。で、該当する場所はここだね。まあ、これも一応訳すと何々するためにに該当します。で、用法をちょっと覚えとこっか。come もしくは go to ほにゃららで何々しに来る、もしくは行くと訳すことができます。押さえといてね。はい。じゃあもう一文書くと、はい、私たちは今度こっちね、何々して、ここまでで訳すと、私たちはとても幸せです。どうして？ To hear the news。 そのニュース、知らせを聞いてっていうふうに訳します。はい。今回ここ To hear the news が副詞適用法に該当して何々してと訳します。で、もう一個大事なところとしては、今ハッピー、幸せ、あるいは嬉しいって意味なんだけど、この何々してって訳す時にはこういった形容詞が入ります。例えば悲しいとか、あるいはグラッド、あるいはハッピーで嬉しい、あるいはソーリーで残念に思うっていうような感情を表す形容詞が入ります。はい、ここまでが副詞適用法の説明でした。で、ちょっとある質問として、名詞適用法と副詞適用法、どういうふうに見分ければいいのって聞かれることがちょくちょくあるんで、その説明をしていくと、じゃあクエスチョンで設けるね。クエスチョン。はい。名詞適用法と副詞適用法の見分け方はっていうふうにクエスチョン立てました。一言で言うなら、区切ります。はい、じゃあ区切ってみると、ここはちょっと区切れないからだけど、例えばここ I want、 あるいはここ My hobby is みたいな。で、こっちは He went to the park。 まあ区切られてるよね、もう。 She came happy。 要するにここ今区切った時に意味がもうすでに完結してる時は副詞適用法に該当するのに対して、今こっち I want、 何が欲しい、私は欲しい、何が欲しいの、 My hobby is、 私の趣味は点点点です、え、趣味なんだいみたいな、っていうふうに意味が完結していない時は名詞適用法に該当します。まとめておきます。はい。っていうふうに名詞適用法と副詞適用法の見分け方としては、不定詞の前で区切って意味が完結しているときは副詞適用法を、意味が完結していないときは名詞適用法になります。はい、ここまでが副詞適用法の説明でした。で、ここで区切るとちょっと、なんか綺麗じゃないので、一旦こっちだけ消して次形容詞適用法の説明について入っていきます。じゃあここまでで一旦板書を取る人は、自分がどいた後に画面止めて板書してみてください。はい、じゃあこっちだけ一旦消しちゃうね。はい、じゃあ3つ目、形容詞適用法について書いていくね。例えばこんな例文があります。はい、
I have a lot of books to read. で、あ、また書くの忘れてた。形容詞的用法を訳すときは、ほにゃららするための、あるいはほにゃららすべきっていうふうに訳します。で、訳し方としては、私はたくさんの本を持っています。で、どんな本かっていうと、読むためのとか、読むべきっていうふうに、名詞を後ろから修飾します。じゃあ一旦日本語訳だけ書いちゃうね。はい。で、色分けすると、books、これが名詞だから、名詞って書いて、で、この to read が books を後ろから修飾しています。形容詞的用法を使うときには、名詞を後ろから修飾するという役割があります。じゃあ次、もう一文書いていくと、She wants something cold to drink. まず、ここまで訳すと、彼女は何か冷たいものが欲しいですと。じゃあ、冷たいもの、どんなものかっていうと、to drink。まあ、何か冷たい飲み物が飲みたいっていうことを、この一文で表しています。日本語で書いていくと、はい。で、名詞、どれかっていうと、これじゃなくて something ね。これが名詞で、この今回は cold と to drink がそれぞれ後ろから修飾してます。ごめん、ちょっとこれ汚いんだけど。はい、っていうふうにそれぞれ後ろから修飾してます。はい、ちょっとここ一旦まとめると、はい、ホニャララスイングプラス形容詞、これ入るときもあれば入らないときもあります。プラス、トゥープラス、動詞の原形の語順で使います。で、今ここ傍線部スイングっていうふうにした理由としては、サムシング以外にも否定文だとエニシングを設けることがあるからです。はい、ここまで大丈夫かな。で、もう一文だけちょっと注意してほしい、一文があるんで、ちょっと書いていくと、前置詞を含んだ不定詞。どういうことかっていうと、例文使って説明するね。はい。There is no house to live in。まずここまで訳すと、家が全くない。一つもないですと。家がないです。どんな家かっていうと、住むべき。ここで住むべきっていうふうに後ろから修飾してます。で、注意してほしいこととして、今、前置詞を含んだ不定詞ってあるんだけど、ここだね。今、in が設けられています。で、どうして in が設けられているかっていうと、ちょっとここに書いておくね。家に住むを表すときは、どう表せる？ Live in a house だよね。はい。で、こういうふうに表すから、ここも今「in」使ってますっていうところで、ここに「in」を添える必要があります。ちょっとここ日本語訳だけ書いとくね、最後。はい、これが、to 不定詞、不定詞の形容詞的用法の話でした。はい、ここまでが不定詞の主な三用法についての説明でした。で、次パート2では、この三用法以外にも違った形で不定詞の用法なるものがあるので、それについて説明した後に練習問題を通じて理解定着に努めていきましょう。じゃあこれでパート1終わります。お疲れ様でした。